チョモラジオ。できたエイロもめっちゃいいやろ。なんか階段欲しいな。階段作っていい？どっから？なんか屋上行けるようにしたらいいね、これ。はいはいはい。え、すげえ。え、よくない？いやー、すげえ。これいいじゃん、マジで。え、すごい。これあれなんだ。あーはーい、お前の母ちゃん、欠陥住宅。いや、これだいぶいいよ。ちょっと遠目から見ると。マジ、だいぶいい。けどね、こっちから見ると逆なんだね。どれ？ロエだね。それ悔しいね。じゃあ、外から見たらロエベになるようにしようぜ。うわぁ、なるほどね。お前、めっちゃいいとこに階段置いてくれたじゃん。お、いい感じだ。ロエベじゃん。ロエベ作んないよ、家で。どうなんだ。いや、もの、なんか。これさ、ロエヘでよくない？パチモンブランドってこと？ロエヘ。俺らのブランドね。俺らのブランド、ロエヘ。ダッセ。マジでダッセ。その、最後のヘのダサさすごくない？これさ、ロを見ない、こっちの角だから見て、えっていう気持ち悪いね、なんか。えだね。え結構なんか、俺階段じゃなくなっていいんじゃねえか、お前っていうか。へによるね、へがいそう。ふざけんなよ、ちょっと。階段作んないと、あなたに。すごい、操作が上手くなってってる。おー、いいじゃん。そしたらさ、今度さ、あ、やべ、うん。もう一個作れるよ、へが。へろえへ。エロい編になるよ。え、部屋はもういいんだよ、作んなくて。学べよ。部屋はいい。怒られた。学べよ。学べよって言われた。うーん。親父にも学べよって言われたことないのに。優しい。いや、本当だよ。それはダメな お父さんじゃん。親父は言っとけよ。あれだな。じゃあ、わかった。レギュレーション決めて。部屋の広さ 5×5 で、だから 7×7 の広さ。家全体が。7×7 の広さでやればいいんだ、やって。うん。で、やってみる、家を。やってみよう。いいよ。やってみたいね。なるほどね。OK。やろう。で、ちょっと今日は、おのおのの家を作るっていう回にしようか。あ、いいね。そうしようか。なんか介入してきた。高いとこがいいか。外装だけ？内装も？まあ外でいいんじゃない？外装ね。あ、なんかやってんな。じゃあおはよう。なんか君は家作ったんだって？え、お前もだろ。ああ、僕もです。人工上そういう体にしたかった。ちゃんとタイトルコールするわ今から。お前ら家作ったんだって。でこの後パンパンパンって出て。それはまあ俺によるな。うん、どう料理されるんだろう今。一すべきでお前。え、じゃあどうする。うっせぇわの入りの音入れてやったく。好きだなそれ。やっていいよ。じゃあ、あー、お前ら家作ったんだ。おはよう。
おはよう。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 ここで、あの、こっから始まったよっていうのを言っていいんですよ。なかったことにするな。さん、はい、僕ら家披露したいじゃないですか。なんかちゃちゃっと。はいはいはい。ちなみに、あの、どこに住むかも決めたいっすね。ああ、だ本拠地というか。一番いいとこにね、本拠地置きたいっていう話をしてる、まあ。本人たちのね、意向として倉庫として使いたいとかであれば、全然それは倉庫で使うけど。うん。じゃあ、とりあえず見ていきますか。はい、後ろ向いてください。僕のです。うん、住みたくない。あえて多くは語りませんが、アウトドアをイメージしました。あのアウトドアイメージするとこういうのが立つんだ。そうなんですよ。これすごいところはね。うん。階段になってるんで上まで登れたりするんですよね。いや、まあ見りゃわかるけど。冷めてるからこっち。もう見えた、見えてるもんだって俺の家が。これ外装勝負やんね。言っとくけど。あ、いや、あれか。あれあれですか。あれちょっと見に行きません？行こう。あ、いや、ちなみにこっちがあの、ロエヘ。ロエヘの近くに、俺のやつがあるから、ダメダメダメ。最後ね、最後ね。そうそう。じゃこっち行こう。あー、なるほど。ここまでが、めっちゃさ、浮いてね。そうそう、恥ずかしくなると思うやんね、たぶん。え、てか待って、ちょっと来て。めっちゃあの街発展してね。いや、すごいのよ。すごくない？なんか、あそこだけ別じゃん。北海道じゃん。もうレベチ。レベチ。位置的に北海道じゃん、あそこ。これはもうレベチすぎんのよ。なんここ。かまど3つあるし。何このふさふさ。黄色の。完全にここ住みたくなってない？だけどあれなんだよな。あ、え、あるし、しかも行き方。なんか、ここ渡ってくださいみたいな。いやー、そうなのよ。レベチよ。え、めっちゃいいんだけど、ちょっと開けていい？どう開けていい？いいよ。はい。でもちょっとやめとこう。何お前。いいよ。開けろや。うわ、めっちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいよ。ここでエッチしたら好き好きやん。いや、興奮するよ。え、なんで？共感しろや、お前。え、殺すぞ、お前。何ですか？言ってそっちから来る。え、荷物は俺の。空っぽやないかい。誰が取ったんじゃ、このめちゃ散ったぞ。お前、なかったよ、荷物なんか。なかった、荷物。ああ、そっか。僕の荷物なかったか、あそこに。なかったよ。なわけあるか。何から捨ててきゃいい？海に捨ててく作業でしょ、これ。ダメだよ。お前の荷物、海に捨ててく作業でしょ。ほら。ああ骨これがロエヘ城じゃないですか。はい。ロエヘ城ね、うん。あ、え、これか。そう。これすごない？すごいじゃん。でしょ？なんかね、入ってもらうと分かるんだけどね、ものすごい狭さなのよ。なんでドアないの？あんたの家。お前、ドアなんか作る技術持ってねえわ。おめえ言われたくねえ、しかも。めっちゃ登れるじゃん。見て。めっちゃいいでしょ。めっちゃいいじゃん。俺の方がよっぽどアウトドアで。めっちゃ狭。思ったより狭。何ここ。でこれなんか銀行の ATM ぐらいだよ。基地感ってよくない？いや、基地感ないよ。ちょっとお前そこ入って。なんだよ、おい。なんだこれ、おい。あ、ここ。あれなんだ、置けないんだ。スムーズに置けって。ここ置けないわ。え、お前置いてみ？多分。あ、そういうこと？じゃあ、わかった。あの、あれにしようぜ。
10秒ぐらい使って、うん、その住みたい家のとこに行こう、みんな。なるほど。黙って、ね、うん、相談せずに、ね、うん、そうそうそう、はい、下向いてさ、じゃあ30秒ぐらいする。そうね、着いたら言ってみんな。 OK, okay. いいよ、移動開始。分かりづらいよね、海から行く。うん、そうね、だからまあみんなちょっと離れていっちゃ分かりにくいから。あれあれあれ、融合してるじゃないですか。あれここやんね。ここやな。あ、これはいい。うん、もうこれしかないよ。ということでさ、いいでしょ、どこに寝るか記念。